タイム、タイムは2011年のアメリカ合衆国の SF スリラー映画である。監督、脚本はアンドリュー・ニコルが務め、ジャスティン・ティン・バーレイク、アマンダ・サイフリットらが出演している。現代は当初、ナウ、アイ・アイム、モータルであった。そう遠くない未来、人類は遺伝子操作で25歳から歳を取らなくなることが可能になった。人過剰を防ぐため、 通貨が時間となり、人々は自分の時間で日常品から贅沢品まで支払うこととなった。また、通行料も時間で支払う必要があるため、貧困層の地域と富裕層の暮らす町は実質的に隔離されている。裕福な人、すなわち時間を十分に持っている人たちは永遠にも近い時間生きることができるが貧困層の人々は働くことでわずかな時間を給料として受け取り、 生活していた。サワ腕に光る時間表示が例になるとき、人は命を落とす。自分の腕を上にして、相手の腕を掴めば、相手の持っている時間を奪い取ることができる。一秒一秒が無駄にできなくなった世界で、スラム街で暮らす、主人公は、時間を奪うことで生活をしている、マフィア集団から、富裕層の男を救う。富裕層の男は、 自分の時間をすべて主人公が眠っている間に与え、おけ手紙を残して時間切れで死亡してしまう。主人公は117年という時間を手にするが、母親が不平等な社会の仕組みのせいで時間切れになり、息絶えてしまう。復讐を誓った、主人公はスラム街を飛び出し富裕層が集まる場所に行くのであった。2010年7月12日、アマンダ・サイフリットが、 本作の主役にオファーされていることが報じられた。同月27日、ジャスティン・ティンバー・レイクも主役にオファーされた。8月9日、キリアン・マーフィーの出演も明らかになった。2010年10月28日に撮影風景の写真が初めて公開された。20世紀フォックスとニューリージェンシー・プロダクションズが配給し、マーク・ウェイブラハムとエリック・ニューマンの ストライクエンターテインメントが制作する。撮影監督はベテランのロジャー・ディーキンスが務めるが、彼がデジタルで撮影するのは本作が初めてである。2011年9月15日、ハリウッドリポーター氏は本作がアーラン・エリスンの1965年の短編、クイ・アラタメよ、ハーレック・ウィン、とチクタクマンは言たに基づいているとして、 エリスン側が公開の中止を要求していると報じた。その後、エリスンは自身の名をクレジットに入れるよう要求を変更したが、本作を見た後に告訴を取り下げた。ロッテントマトズでは137件のレビュー中、支持率は39%で、平均点は10点満点で5.2点となった。メタクレティックは36件のレビューでポディシブなものが15件。 どちらとも言えないものが17件、ネガティブなものが4件であり、平均点は100点満点で53点となった。シンネマスコーによる観客調査によると、A から F までの範囲で B マイナス表情であった。公開初週末2200万ドルを売り上げ、長靴を履いた猫、パラノーマルアクティビティさんに次いで3位となった。ありがとうございます。